三石さん、はい、日本では箸を使って食事をしますよね、はい、欧米ではフォークですね。フォークで食べる代表的な料理はパスタくるくるですが、箸とフォークの境目ってどこにあるかご存知ですか？境目では、あ、はい、私が箸を使う国を東から西へ挙げていきます、はい、三石さんはイタリアから東へ行きます。あ、はい、日本、イタリア、台湾、クロアチア、中国、ギリシャ、ベトナム、トルコ、タイ、インド。そう、インドなんです。箸とフォークの境目には手が存在するんです。インドでは右手は清潔な手、左手は不浄な手とされていて、食事は基本右手で食べます。手は初めてです。食べる分のお米を崩して寄せていきますね。ここにカレーをかけていきます。そしておかずを少し入れて、あとは手でよく混ぜ込んでいきます。よく混ぜ込むと、すくうように手の上に乗せ、あとは親指で弾くように、なんだかとてもいけないことをしているような。手食とは理性や概念を封印し、心を解放して食べるものなんです。指先に辛さを感じます。三石さんの前世はインド人かもしれないですね。輪廻ですね。ああ、はい、もしもし、三石です。不浄な手で私の電話に出るんじゃない。え、少々失礼いたしました。ついに完成した。え、笹島康弘の作品が完成した。イルギオトーネの。そうだ、すぐに向かってくれ。京都ですね。新幹線グリーンでいいですか？丸の内だ。もちろん丸の内線で向かってくれ。はい。冬の京都行きたかったな。館長、三石さん、それ左手。ああ。彼の名は三石寛太、 B 級グルメ専門のフードライター。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。三石にはもう一つの顔が。私が館長を務めるパレド Z のチーフキュレーターなのだ。パレド Z は100年先の未来に残すべき一皿をパーマネントコレクションとして後世へと継承していく食の美術館である。さて、今回の料理人はどんな一皿を完成させるのか。とくとご賞味あれ。パレド Z、 美味しさの未来。なぜ我々がパレド Z を立ち上げたのか。それはこの番組が美味しさの未来を考える蜜柑の提供だからに他ならない。今回未来に残すべき一皿作りに挑む料理人は笹島康弘シェフ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどちらから？京都から。お疲れ様です。これやって最終で帰りますけど、京都に。また帰るんですか？はい、丸の内なんで、最終が9時20分なんで、全然9時に店を出れば。あ、だからお昼と夜でこう入れ替わることは多いですね。あ、まあ、丸の内にしたのは、丸の内がすごいなんか東京で好きだったっていうのもあるんですけどね。だ、僕らが来た時の丸の内というのはもう、まあ、レストランやるっていうのはすごいネガティブだったんですけど、うん、まあ、でもそういう風に本当に10年もすればすごい様変わりしますからって言っていただいて、まあ、今もその通りになってますからね。大阪に生まれ、18で料理の世界に飛び込み、24で単身イタリアへ帰国後、京都の繁盛店でシェフを務めた後、2002年京都ならではの素材を生かした京都発信のイタリアン、イルギオットーネをオープンさせました。さらにその3年後には丸の内店をオープン。今や2店舗とも予約困難となっています。
掲げるコンセプトは、もしイタリアに京都という州があったら。おいしそう。もうこのセレクトマイク食べますけど、京都の食べ方どうぞ。おいしい。そもそもイタリア料理はその土地土地の風土に根ざした郷土料理の集合体。同じく郷土料理の集合体たる日本料理と相性がいいというのは至極当然の話。うん、うん、うん、美味しいですね。全然美味しかったんですけど、あの松茸のパスタ、パスタで松茸をパスタで食べるっていうのを想像してなかったので、初めてで感動、美味しかったです。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ちなみにイル・ギオットーネとはイタリア語で美食家。彼らをもてなすために編み出したのが旬の京野菜をふんだんに使ったイタリアンでした。寒さ厳しい今の時期は色とりどりの根菜が主役。皿の上に乗る料理が美味しいのはもちろん、ワイン、カトラリー、インテリア、すべてが笹島シェフの美意識に貫かれています。パスタっていうのはやっぱりイタリアの中ではやっぱり花、まあ、全然あれど、やっぱりパスタがやっぱり一番イタリアで、プリモピアですね。プリモピアというのがやっぱりイタリアの中で一番やっぱり花だって自分がいる時には必ず寄せてる自分ですというふうにしてます。あの僕の場合はやはりその今言っているその出汁というものを非常に大事にしてるので、あの出汁をこうパスタの中にこう完全にこう吸わせたいわけですね。だからその麺の喉越しとかなんかそういうものよりも、後ろ僕はやっぱり食べた時のパスタのこうじわっと出てくるし、出汁をすごい重視してるんで、なんであのやっぱりすごい硬めに出会って、かなり長い間僕は出汁をすごい吸わせてる。だから決してあれは強みで炒めてるんだよ。で炒めちゃんとなるんですよ、パスタ表面が硬くて。だからたっぷりの出汁をまた硬い、だからもう一度煮てるっていうようなイメージですね。この日、丸の内の路上に笹島シェフの姿が。丸の内エリアに店舗を構えるシェフたちで結成された丸の内シェフズクラブの10周年を祝うイベントが開催されたのです。ロングテーブル絆と銘打たれたこの催しは、シェフたちが食育活動で訪れた全国各地の食材を使い、1日限りの特別メニューを生産者の方々に提供するというもの。フランス料理界の重鎮三國シェフは、羅臼昆布と野菜を使ったビーガン料理でおもてなし。片や笹島シェフは復興支援で駆けつけた石巻の銀鮭を使った料理でゲストとの絆を深めました。タイの料理、僕は個人的には彼のクラシックなあの料理が大好きなんです。もう何十年だろう、もう10年以上彼の料理食べてますから、もう徹底した現場主義、本当に僕なんかもあの本店だとかしてるとかよく行きますけど、もう例えば本店にいて僕が大阪とかってわざわざ来ますからね、料理作るに。そういうところはなんていうか非常に感心させられてます。シェフ、これからどちらに？これから桂川って京都 の南の川があるんですけど、その河川敷で野菜を作っていただいてる石割さんっていう
あの農家さんのところに行きます、はい、今ここ何年かはねやっと言われてるその例えばフードロスとかそのゴミの問題とか、まあ、サステナブルとか、まあ、その農家さんとその料理屋がこう、まあ、どういうふうにこ う, うまくこう、まあ、共存といいますかそしていくかっていうことすごい注目されてますけども、まあ、僕らがそのヒーターの出汁柄とかですねくずの野菜とかそういうものをその農家さんに持って帰っていただいてでそれでこう堆肥を作っていただいて、まあ、それで地元の野菜を作っていただくという、まあ、そういうちょっと、まあ、小さい話ですけど循環型のシステムみたいなものをもう何年も前から取り入れているので農園に来ていただいたら農家さんにはあの僕たちの生ゴミを持って帰ってもらうっていうような風になってます、はい、で何よりやっぱ京都はそのもったいないっていう文化がありますからこれいつものですえ ありがとうございますおんぶとアサリとはい、アサリのからはい、はい、まだこれでお願いします、はい、石割照久さん京都の桂川沿いにある農園で京野菜など100種類以上もの野菜を手掛ける農家の10代目全国の有名料理店を顧客に持ち料理人の細かな要望に応えるためオーダーメイドで野菜を作っています。初株です。はい、こうやってやると簡単に皮むけほら昨日フライジェうん、うまい。大きいね。砲弾型。宮重大根って言われるやつです。京都はどう違う？淀大根って言ってる。淀大根も一応総合院のなあの品種改良したやつが出てると思います。だからそのね産地が総合院のあの界隈今もう住宅なんじゃないですか。それが移っていってここら辺も看板もっと低かったんですよ。どんどんで今新しい位置できてるのあれ上上がってるんですよ。だからだんだんこういうふうに移ってきて最終淀大根まで行ってると思います。イノシシなんで、これって丹波のイノシシなんで、よく合いますね。あの普通イタリアだったら胡椒なんですけど、あの丹波のイノシシなんで、僕はあの山椒、うん、でこういうのもあのしっかりこうやってやっぱり絡んであのスプーンを使わないで、フォーク1本で食べるというのがイタリアのパスタの例えば日本のね、何を使おうともイタリア人とかその絶対にこう絶対的に守らなければならないセオリーみたいなものをやっぱ崩さないフォークということですね。フォーク1本でしか食べれない、しっかりと絡めて、この日笹島シェフが腕を振るうのはなんとイタリア大使館。イタリアの最高級スパークリングワインフランチャコルタのレセプションパーティーのシェフとして直々に指名されたのです。いや、お寿司なんですけどね、あの大使のリクエストなので、今日はあの大使がメインのゲストなので、もう大使の好きなもの言われたままに、あの普通の営業と一緒です。お客様のリクエストに応えてるだけなんで。分かる？メッツァルーナに。メッツァルーナ、うん、そう、それいい感じだね。手で持ってみて。持ちやすいよね、こっちの方が。やりやすくない？スプーン2本ずつ、ね、うん、難しい質問ですね。というのは私が笹島さんが独立する前からしてるんですよ。最近ちょっととんがってるんですね。哲学者みたいですけど、まあ料理は科学だからね、ある意味でいろんなミックスでも見た目は全然違うものだけど、パッと出たらけど食べると味がめちゃくちゃ美味しいです。
だから天才ですよ彼は。イタリアのテクニック使ってるんですけど、そのイタリア料理してる人ってなんとなくこうイタリアンを固執するっていうかすごく大事にするんですけど、そうじゃなくて独自の日本らしさと京都らしさっていうのがなんていうのか加減よく入ってる、それが特徴なんじゃないですかね。カルボナーラとかアマトリチャーナとか本当に普通のイタリア料理を、作ってくださってたんですけど、むちゃくちゃ美味しいんですよ。だからやっぱね、その後京野菜とか今非常にこういう自分の感性の料理を作られてるけど、やっぱそのベースには堅固なイタリア料理のテクニックと精神が根付いてるんですね。この5枚ぐらい欲しいでいんだ。なんかちょっと飲めばいいんだよ。ブラセラ。ああ、ブラセラ。Scusi, lei è lo chef Sasajima? Sì. Questa lettera è per lei. Ah, io? Sì, per me. Prego. Prego. Adesso? Sasajima Yasuhiro 殿、未来に残すべき作品を提出されたし。パレドゼット館長、イタリア料理と京料理2つの料理を見事融合させた笹島はどんな作品を作り出すのか。未来に残す作品作り。翌日笹島が訪れたのは、ああどうも、急にごめんなさい。どうもどうも。ちょっとね、はいはい、初号印鑑も、初号印鑑の大きいの欲しくて、あ、ほら、もう一度向こう側なんで、ちょっと、はい、はいはい、こんな感じですか。あ、十分十分。どうですか。あ、十分十分。こっちの方が間違いか。右の方がいいかも。あ、こんな感じですよ、うん。それでも、やっぱり2キロ弱。あ、あるね。あ、でもそれぐらいがいいです。大丈夫。いや、これぐらいが。あ、ね、ちょうどほんま。京野菜の王様、聖護院かぶらを手に入れた。うん、いい匂い。東京へ戻り、作品作り。笹島は京野菜の王様をどう料理するのか。笹島が王様にふさわしい相手として白羽の矢を立てたのは若狭湾の姫君アマダイ。まずは身と皮に切り分け、塩を振って水分を抜く。利尻昆布にオリーブオイルを塗り、その間にアマダイをサンド。浸透圧で昆布の旨味を入れていく。鍋に焼いたアマダイの骨と干したカブラ、そして干し椎茸と軸。カブラは皮まで余すところなく。水で戻したドライトマトを入れ、日本酒を回しかけ火にかけた。別の鍋でアサリを炊き、もう一つのだし汁を用意。一つの鍋の中で聖護院かぶらとアマダイが溶け合う。料理のベースとなる最高の京だしが出来上がった。はじめまして、パレドゼットから参りました三石寛太と申します。はじめまして、イルギオトンネの笹島と申します。今日は笹島シェフの未来に残すべき作品いただきに参りました。はい、ご用意しております。お席でお待ちください。よろしくお願いします。お願いします。いよいよ仕上げ、京だしをシノアでこす。そして取り出したのはパスタ。数ある中から選んだのは 1.8 ミリのスパゲッティ。オリーブオイルにニンニクの香りを移したアーリオオーリオにアサリの出汁と京出汁を注ぐ。そこに乱切りにした聖護院かぶらを加え、じっくり炊いていく。続いてアマダイの鱗を揚げてクリスピーな食感に。茹で上がりの2分前、まだ芯のある状態で湯揚げし、だしの中へ。染み込め染み込め染み込め。
まじないをかけるようにスパゲティと出汁を絡める。そして蒸し上がった甘鯛を鍋の中へ。最後にカブラの葉を加え、余熱でじっくりなじませる。笹島が考えた未来に残すべき作品は、香り高い水を柚子のシャワーを浴び完成の時を迎えた。大変お待たせいたしました。はい、笹島康弘が完成させた未来に残すべき作品は、甘鯛と聖護院かぶらを余すことなく使った京都の旨味がたっぷりと染み込んだ王道のスパゲティであった。うわ、これまずね、こうたっぷりと、なんですか、この噛み締めた時のこの海の幸とかいろんなものの味がじゅわーっと出てる。さすがに、はい、よくお分かりで。はあ、ちょっと待ってくださいこれは、なんだろう、この出汁の感じが、ね、もうあのなんか本能的に食べてしまう。このもう出汁がむちゃくちゃ染み込んだスパゲッティの、うん、甘鯛のホロホロもそうなんですけども、カブラ、はい、もうカブラ蒸しのね、そうですね、旨味を、そのカブラもやっぱりあの京都のそのカブラというのはすごいやっぱ旨味を、おっしゃったようにあの吸い込むという特性があるので、あの同じこの、甘鯛から引いた出汁をたっぷりこう吸ってるんですね。なんであのカブラはカブラでもうそれだけでも美味しいぐらいの苦味が、まあ、地味っていうかね、ちょっと本当にちょっと苦味もあって、これがやっぱり京都のカブラの美味しいところで、もうこのお料理は本当にカブの葉から皮から根っこから全部使ってあるので。そうか、カブをそのまま全部丸ごと1個使ってそうです、あの根とかあのヘタとか皮からは出汁を引いてますし、葉っぱと実はこういうふうに食べていただいてますし、どこも本当に余すことなく作ってあるので。これをなぜ未来に残すべき一皿にしようと思ったんですか。そうですね、あのやっぱりお食べいただいて一番最初にこう感じていただいたように、はい、あのすごいやっぱ出汁が効いている、うん、日本人として、まあ、イタリア料理を日本で日本人のお客様にずっと作り続けていくという、うん、まあ、その、まあ、果てしない結構あの課題の中で本当にやっぱり悩んで行き着いた味なんですね。だからこれは日本人の方ならばこういうパスタは口にも合うし理解していただけると。なるほど。自分がこの世にいなくなっても誰かがやり続けてほしいと本当に思うお皿ですね、はい、日本人の心に触れる味なんですよ。シンプルなのに奥深いな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いやー、笹島シェフ、未来に残すべき作品確かに受け取りました。ありがとうございます。あの本当に今回の課題をいただいて、また改めて、料理に向かう気持ちが固まりました。どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。数日後、笹島シェフのもとに一冊のメニューブックが。笹島シェフの甘鯛と聖護院かぶらのスパゲティ木柚子の香りでは、パレドゼットのパーマネントコレクションに認定されました。そうですね、まあ、日頃ずっとこう思ってたことなんですけど、今回 の, その課題いただいて、よりこう本当にこう突き詰めて、まあ、自分のやってる仕事が本当にそんな間違ったベクトルではないということがよく分かって、すごいいい経験になりました。未来に残したいものは、美味しい野菜を作れる技術です。なぜ我々はおよそ30分を費やし、美味しさの未来を真摯に考えたのか。それはこの番組が同じ志を持つミツカンの提供だったからに
他ならない